トライアングレールウェイズのアメリカ向けホゲージ、鉄道模型セットトライアングレールウェイズとは、かつて、イギリスに存在した、鉄道模型ブランドである。トライアングは、イギリスの玩具メーカーである、ラインズブラザーズ社のブランドであり、トライアングレールウェイズはその傘下の、鉄道模型ブランドである。ブランド名は1951年から使用された。 1964年にライバル会社であったメカのヤシロを買収したラインズブラザーズ社はメカの社の鉄道模型ブランドであるホーンビーデューブロット自社のトライアングルールウェイズを統合しトライアングルホーンビーとした後に倒産や買収を経てホーンビーホビースとして独立した鉄道模型製品は直流2000式を採用しイギリスとアメリカカナダ オーストラリアなどの車両を、O、4の企画で生産していたほか、一時期、TT3 の名称で、TT ゲージや TMNR が、通称の庭園鉄道も生産していた。ホーンーホビースとなった後も、旧、トライアング製品は一部が生産されている。日本語では、トライアング、トリアングなどと呼称される。ビクトリア朝時代のイギリスで、 ジョージ・ラインズとジョセフ・ラインズの兄弟によって、木製玩具メーカーの G&J ・ J、ラインズ・リミテッドが創業された。ジョセフには4人の息子がいたが、そのうちイリアム・ワルタ・アーサーの3人が第一次、世界大戦後にラインズ・ブラザーズ社を創業した。3人のラインズ兄弟が組んでいたため、トライアングルをもじって、トライアングルのブランド名が作られた。 第二次世界大戦直後の1946年にアレクサンダー・グレゴリー・バネジアンがロベックスプラスチック社を創業しマークススペンサー向けに玩具を生産していた。ロベックス社ではマークススペンサーから1950年のクリスマスシーズン用に鉄道模型の開発を依頼されたが生産設備を拡大しなくては対応できず新しい工場を求めていた。 ロンドンのリッチモンドに元醸造工場の大規模な建物を探し出したものの購入には財政的な問題から制約があった。鉄道模型への参入を望んでいたラインズブラザーズ社がその話を聞きつけて建物の購入と引き換えにロベックス社を買収し参加に加えた。1951年にトライアングルエールウェイズのブランド名でロベックス社で生産した。 大ゲージ鉄道模型が発売された。1954年に新しい工場がケント州マーゲートに建てられロベックス社はロベックススケールモデル社と改名された1957年に TT ゲージに参入したが1967年に撤退した1960年代初期に TMNR の通称で10.25インチゲージの常用庭園鉄道として トライアングミニックなローゲージ鉄道を発売していたが、商業的には成功したとは言えなかった。他の鉄道模型製品同様に直流2000式で40ボルトであった。子供を乗せた客車を引いて走行させることができた。1960年代にトライアングレールウェイズが商業的に成功した反面、トリックス車やメカのヤシロなど、イギリス国内の他の鉄道模型メーカーは、 商業的に苦戦していた。ラインズブラザーズ社は1964年にメカのヤシロが経営危機に陥った際、これを買収し、参加に加えた。メカの社の鉄道模型ブランドであったホーンビーデューブロはトライアングルエールウェイズと統合され、トライアングルホーンビーとブランド名が変更された。しかしこれは形式上のもので、実際には、 ホーンビデュブロ製品や金型は他社へ売却され、トライアング製品のみが存続された。1971年にラインズブラザーズ社が倒産し、トライアングホーンビーはズンベーコンベックスマークスに売却された。1972年1月1日からホーンビーレールウェイズとブランド名が変更された。トライアングレールウェイズ製品では、動力部や終電関係、 おもりなど一部を除いて、ほとんどの部品がプラスチック製であった。車両のみならず、線路やストラクチャーアクセサリー、電源装置も広く展開されていた。一部のストラクチャー製品がホーンビーなどから継続して発売されている。イギリスとアメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカの車両が展開されていた。いずれも、 直流2000式で河川終電システムも展開されており、架空電車線方式の車両はパンタグラフから終電することもできた。スケール表記はいずれも O、4であるが、イギリスとオーストラリア、ニュージーランドの車両はおおむね O ゲージ規格で作られており、アメリカとカナダの車両はおおむね4ゲージ規格で作られていた。オーストラリアの車両はメルボルンのモールデックス社が生産していた。 南アフリカの車両はダーバンのラインズブラザーズ社の工場で生産されていた。アメリカ向け製品はアメリカントレーントラックコープから発売されていた。線路は銅床付きと同床なしの組み立て式線路が展開されていた。トライアングの TT ゲージは1フィートを 3mm に縮尺する3ミリメートルスケールが採用されていた。 イギリスの車両のみが展開されていた。線路は銅床付きと同床なしの組み立て式線路が展開されていた。一部の TT ゲージ製品は 3mm スサイティが生産を引き継いだ。1966年にラインズブラザーズ社が発売した大ーゲージサイズの鉄道玩具である。電動ではあったが、電力は車体内部に搭載される乾電池から供給された。 そのため車体のみならず、車輪や線路もプラスチック製であった。1972年に展開を終了し、1975年にソ連向けに玩具を生産していた農房車に売却された。日本では学研が高速貨物列車、マイティレット号として輸入販売を行っていた。http.com スラッシュスラッシュ www.com tr, i, dash, a, n, g, dot, f, r, e, e, s, b, r, p e, t c, o, d o u, k, slash, t, m, n, r, d t h, t, m, l, t, r, i, dash, a, n, g, m, i, n, i, c, n, o, g, 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 r, e, z, r, v, e, z, o, dot, u, k, slash, t, m, n, r, dot, h, t, m, l, t, r, i, dash, a, n, g, m, i, n, i, n, i, c, n, o, g, g, z, r, r, w, a, z, ha, http://www.bigbigtrain.org.uk コロンスラッシュスラッシュインデックス .htm ハット http://www.bigbigtrain.org.uk スラッシュレッドパーセント20ロケット htm ありがとうございます。